見て、バナナくん、建築でロボット作ってみたよ。すごい、かっこいい。建築ってこんな使い方もするんだ。資材大量に使ったけどね。敵が来たよ。敵は4人か。だがこっちにはロボがいるんだ。行け、発進。え、動かないよ。これ建築だから。資材の無駄遣い。あやもち、やっぱりロボットは戦えないとダメだよね。今回は戦えるようにタレットをつけてみたよ。そこにつけたら怪しいから。ピンクマリーダー、見ててね。怪しい怪しい。その玉はどこから出てるんだろうね。え、重厚に決まってるでしょ。あと羽もついてるから落下もしないんだよね。え、建築だから飛ばないでしょ。そんなことない。自分が落ちるんかい。あやもち、やっぱり建築のロボットだから動かなかったね。見た目はかっこいいのにただの壁にしかならないのか。動くロボットは炎上しちゃうしね。バナナ君とピンクマさん、鉄のロボット作ったんだけど見てくれる？トマト君も私たちと同じようなことしてたのね。ほら、これすごいでしょ。僕たちと全く一緒のことしてるよ。え、バナナ君たちもロボ作ってたの？うん、結局資材の無駄だねって話してたんだ。こんなかっこいいのに。敵が来たみたいだよ。敵は4人か。だがこっちにはロボがいるんだ。行け、発進。なんか聞いたことあるセリフ。ロボは建築だから動かないよ。よし、敵は倒せたね。それじゃあ僕はここら辺で。空も飛んでるんですけど、もうそれチートだから。建築って奥が深いんだね。何かが違う。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をバーン。あとカスタムマッチで一緒に遊べるのも待ってるよ。